かわいそうにな。結構美人じゃねえか。俺のタイプだわ。この子がお前らに何かしたのか？関係ねえよ。言っただろ、自分さえ楽しければそれでいいんだよ。正直言うと俺さ、戦いとかあまり好きじゃないんだよ。昔喧嘩が原因で高校を辞めたから。友達を守るため相手を殴ったんだけど、大怪我させちゃってさ。人間の力で殴ってそれだぜ。もし今の化け物の俺が本気で人を殴ったらどうなるかって考えたらさ。違う、僕は勘違いをしていた。この人から他の収集者のような威圧感を感じなかったから、気づかなかっただけだ。本当はこの人は強いけどな。お前なら本気で殴っていいよな。ちょっと待て、俺に手を出せばこの女を。こんな、なんだって？ごめん、さっきなんて言ったか聞こえなかった。もう一回言え。言ってみろクソ組。もういい、ヨータ。悪い、ついカッとなって。まさか殺してないだろうね。まあ生きてはいるっぽいわね。だが正直驚いた。この山に入った時からこういう事態は想定していたが、まさか人間の死体を脅しに使うようなクズまでいるとは。目的のためなら何をしてもいいとで